はじめまして、対馬直人です。あ、そうですね構いませんよ、はい、何の撮影だっけ今日はガメラのお話について語りに来ました嫌いじゃないですよね、はい初めて漫画はですか。そうですね、小学校高学年って早いですか。みんなクラスのみんな早かったですよ。そうですかね。どこで、自分の部屋ですかね。留守でした。相手まあクラスのこと、そうですね、みんなで集まって、あ、そうですね、結構硬いんだなって、あの全体的にっていうんですか、はい、最初は止まりましたけどね、はい、慣れてしまえば最初、ああ、僕は G ペンですね、そういうんですね、業界では、はい、僕はですね、そうですね、結構先の太い方が安定してるっていうか、はい、そうですね、正確にはちょっと数わからないですけどいやいや、でも結構ね、とっかえひっかえ、あー、結構乗ってくると扱いが雑という、結構ね、ドバドバとかなり乱雑にも打ち出しますね。なんかね、みんなが見てるって思うと恥ずかしいですねあー、人前ではあんまりないですね、やっぱりこう部屋にこもってというか、あー、あれはね、ちょっと大人の人たちに騙されてというか、あんなにね、人がいるとは思わなかったね。やっぱりこうちょっと新しい扉が開いちゃったかなっていうのは正直あるのかもしれないですけど、あったんですかね、あったのかもしれませんね、ひょっとしたら。あ、いきなり、ここ一気に、ちょっと緊張してます、正直。でも新しい自分を見せたいと思います